田に花子で漫才やらせてもらってます。ほな張り切っていきましょうか。の服を着てメガネが似合ってるイケメンのあんたのことやないか。誰がいる。どうぞと理由ならたこ焼きやろうしておもないこと言うたったら始まるで。道頓堀の活気あふれる男たちや。暑すぎてやけどしそうやわ。こんな前だわ。トンボリたこ焼き食べてって。